アンキロサウルスは中世代白亜紀候期の原北アメリカ大陸に生息した植物食恐竜の属の一つ。長万目極流した目アンキロサウルス科に属する。属名は連結したトカゲの胃。体長約5.5から10.7メートル。体重4.5から7トン。戦車のように体を覆う装甲と、先端に大きな骨貝のついた尾を持つ。装甲は、 楕円形の骨盤と骨質のスパイクで構成されていた。その装甲化は徹底しており、まぶたにさえも及ぶ。最大の武器である尾は、その基部が水平方向への柔軟性を持ち、先端付近は骨質の剣で補強され、そのまま先端の骨回へと繋がっている。これを左右にハンマーのように振り回すことによって、同時代の獣脚類のような天敵から身を守っていたと推定される。 なお、走行は、皮膚から発達したものであるが、固質化しているため全体が化石となって残る。こうした鎧があったため、天敵がアンキロサウルスを攻撃する際には、ほぼ唯一の弱点である腹足を攻撃する必要があったものの、前述の鎧や重心の位置、数トンもの体重により、それは非常に困難だった。同様に体を走行化しているものに、 ノドサウルスがいる。しかしノドサウルス類の走行が中まで密な重走行となっているのに対し、アンキロサウルス類のそれは内部が空洞でより軽く運動性に優れている。防御を最小限とし、むしろ尾の先のハンマーを使うことで能動的に身を守っていたと考えられている。同じアンキロサウルス科で研究が進んでいるのはエウオプロケファルスである。 このようにまだ全身骨格の少ないアンキロサウルスの推測の大部分は別の種で行われる場合もある。頭骨は幅広く、後頭部及び方に二体のスパイクを備えていた。その代わりに、そういう未類の特徴である、眼下口部の側頭窓は二つとも失われている。また、全眼下口もない。糞は大きく、丸みを帯びているが、これは微動が S 字型に湾曲しているためである。 この大きな鼻空の使途としては、吸い込んだ空気の加湿やろ化を行っていたとの説もある。粉炭は、歯がなく、角質のくちばしに置き換わっていた。残った熾烈も極めて貧弱であった。この歯では多分、換気や咀嚼はできないため、くちばしで千切り取った植物を丸飲みし、体内で発酵、吸収していたと推定される。胴体は、幅が広く損傷。 死死は短いが頑丈で、前死よりも後死の方が長かった。ありがとうございます。